国際センター駅は、宮城県仙台市青葉区青葉山にある仙台市地下鉄東西線の駅。駅番号は T04。福駅名は仙台城跡入り口。広瀬川が形成した貸し断球を利用した構造となっており、大町西公園駅から広瀬川を西公園高架橋及び広瀬川橋梁で渡ると、段球崖から地下に入って、当駅に至る。駅構造物は、 仙台市立仙台、商業高等学校跡地南辺から、淀見橋通りの下をくぐって扇坂の道路下にまで伸び、その先は、東北大学川内北キャンパス内にある菓子団球の団球外貨に沿って線路が通る。また、当駅の南側に隣接して、仙台上二の丸の北側を流れ下って広瀬川に、つながる仙間沢が通り、 淀ド橋通りと戦艦沢が交差するところには、筋貝橋があるなど、貸し段丘、小地形、構造物が複雑に存在し、かつ、仙台藩時代からの歴史的意向も諸々に見られる場所に設置される。このため、扇坂トンネル工区では、東北大学川内北キャンパスの一部を削って、扇坂を北側にずらし、淀ド橋通りとの接続部を付け替えて、改作工法で工事が行われている。 当駅周辺は新たな魅力を創造、発信する森の都仙台のシンボルゾーンと位置づけられており、コンベンション機能と仙台上の観光を強化するための計画がなされている駅舎切符売り場、改札口大町西公園駅方面を眺めることができるスペース東西線の駅としては、荒井駅とともに地上駅舎を有する。地上2階、地下1階建て。 延べ床面積4310平方メートル。1階コンコースには、インフォメーションコーナーが併設される。2階部分は多目的スペースとされ、イベント等に利用可能なほか、カフェが営業している。また、東側部分には、屋外テラスが設けられている。この屋内多目的スペースと、屋外テラスを合わせた、市民交流施設の愛称は、市民公募で、青葉のフテラスと名付けられた。 東市出口を出て、すぐの場所に大町西公園駅方面を眺めることができる展望スペースが設けられる。南市出入口には仙台国際センターのエントランス広場がある。改札口が地上1階、ホームが地下1階、西市、北市、南市、東市の計4箇所。西市、 出口北一出口南一出口東一出口一日平均乗車人員箇所、国際センター駅駅名の事前公募では仙台城青葉城を駅名にする意見や広瀬川を入れる意見が上がった駅名検討委員会によって駅名は歌唱通りとし副駅名として歴史的な名称をつける案が提示され採用された仙台七家鉄 東西線川内駅国際センター駅、大町西公園駅、ありがとうございます。